皆さんこんにちは、こんばんは。店長のさけちゃんです。今回はこちらの焼酎、おすず山山猫、麹米が山田錦のものにの限定品ですかね。こちらのレビュー動画となります。まず開栓時なんですけど、少しスズランとか百合の花を思わせるような華やかさがあります。含むと滑らかでクリアではあるんですけど、ふわっと一気に広がる力強さがあります。そこから旨味、渋み、コク、香ばしさを感じまして、飲み応えと香り高く華やかな印象を残して切れます。飲み終えた後に甘い焼き芋を食べた後のような甘い残りががします。焼酎さん、お湯7のお湯割りにしますと香ばしさを感じる香りになります。で、そうですね、これは悪い意味なんですけど、含むとカルダモンのような焼酎らしくない風味がありまして、まあこれはそうですね、あまりいい味とは言えないかと思います。ゴーゴーのお湯割りにしますと、苦味は強いんですけど、まろやかで甘さやコク、飲み応えがありまして、焼酎らしさは出ます。カルダモンのような、スパイスのカルダモンですね、そんな感じの風味も健在なんですけど、ゴーゴーあたりにすればあまり悪くは感じないです。で、飲み終わった後の10秒以上、やはり焼き芋、まあ焼き芋といっても普通の紅芋ですね、を食べた後のような余韻がちょっと残ります。まあそうですね、この焼酎全体のバランスなんですけど、なんか非常に香りに特化しているような感じがします。あとソーダ割りにすると香りの華やかさと相まってよく合うんですが、ただですね、一瞬だけ油の酸化したような香りもありまして、まあ、それが気にならない人向けかと思います。僕はちょっと気になってしまいました。原料のジョイホワイトは僕は全然飲み慣れてなくて、多分なんですけど今までのレビューで初なんじゃないですかね。で、まあレビュー動画出してない部分でもあまり飲んだことがないんですね。覚えがないです。で、通常の山猫を試したことはないので、この限定品と山猫違いがちょっとどうなのかは不明ですね。まあ、香りに関して言えば本当に花のような香りですので、まあ、ちょっとそうですね、すごく悪い例えをしてしまうと芳香剤のようなそういう香りになってしまいますので、とても好き嫌いは分かれる焼酎なのかなと思いました。では今回のレビューは以上となります。ご視聴ありがとうございました。